はい、どうもこんにちは、コウセイです。デトロイト続きやっていきます。コーナー、アマンダと話す。ソフトウェアの異常を感知してましたね。アマンドゥアはどこにいるんでしょうか。あそこにいらっしゃいますね。どうやら凍ってるんですね。なるほど、こっから降りれるのかしら。降りれそうですね。今日の出来事で内戦勃発の危機に陥るでしょう。何？機械が反旗を翻そうとしています。人間は彼らを破壊せざるを得ないでしょうね。カムスキーなら何か知っているかと。間違いでした。知っていたでしょう。でもあなたは聞かないことを選んだ。黙ってみよう。アマンダの写真。カムスキーの家であなたの写真を見ました。彼の教師だったんですね。カムスキーは私のインターフェースを知り合いに似せたかったのです。それで自分の恩師を選んだ。なぜそんなことを。この場所、ここはカムスキーがデザイン。彼が設計し以来進化し続けています。なぜそんなことを。やばい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 。サイバーライフ。サイバーライフの望みは何なんですか。本当の狙いは。私はあなたに答えを見つけるよう言ったはずです。おっと、質問をするのではなく、内戦を阻止できるのはあなただけ。変異体を見つけねば混乱が訪れるでしょう。最後のチャンスですよ、コナン。物語はだいぶ終盤に来たような気がしますね。ところ変わってない。FBI が引き継ぐ。何？手がかりは見つけた。もうちょっと時間がありゃ必ず。ハンク、分かってくれ。これはもう捜査ってレベルじゃない。内戦勃発寸前なんだぞ。俺たちの出る幕じゃない。国の安全に関わる問題だ。ふざけんな、今さら手を引けだと。あともう少しなんだよ。アンドロイドは嫌いだったんじゃないのか。まったく、ハンク、一体どうしたんだ。喜ぶと思ってたかな。あと一歩で事件の真相が解明できそうなんだよ。頼むよジェフリー、一度でいいから協力してくれ。私にはもうどうにもできない。いつもの仕事に戻れ。アンドロイドは送り返しておくよ。ほう、悪いなハンク、諦めてくれ。ハンクの友情ルート解除。しかもちょっと赤かったぜ。ハンクと話す。人が他に全然いない。座る。内戦。所長の言う通り、みんなアンドロイドの反乱に怯えている。内戦寸前なんですよ。でサイバーライフに戻るのか。もうそうするしか。私はシャットダウンされ分析に回されるでしょう。俺たちが間違っていたらどうする。自由になりたい人たちの邪魔をしていたとしたら。お、後悔。変異体が放棄すれば混沌が訪れるでしょう。回避できたかもしれない。だがもう手遅れ。お前カムスキーのとこのアンドロイドを撃つのを拒んだが、自分を重ねちまったのか。それが感情移入ってやつさ。人間らしさってやつだよ。決意、戸惑い、冷たく。決意ってなんだ。どっちの決意。その決意よ。おそっちの決意。論理的に判断を下したに過ぎません。それだけです。おっと、こりゃパーキンスのクソ野郎のご登場だ。たく FBI は仕事が早いね。諦めきれない。証拠の中に答えがあるはずなんです。奪われたらおしまいだ。
どうするってんだ。いいか、俺たちは外されたんだよ。手を貸してください、警部。あと少し時間があれば手がかりを見つけられるんです。必ずそこに答えがあるはずだ。お前が変異体を見つけない方が、あいつらにとっても幸せかもな。おお？機械が手出しをすべきことじゃないのかもしれないだろう。なんだなんだなんだ？悪いな、コナ。お、なんだ？手を貸すつもりはない。なんで？ああ、おわ、これもルート解除？残り2分。証拠解除。用としてパーキスの足止めをする。おお、なんだあいつは。ハッキングする。いいのか？命令なんでね。悪い、好きにしろ。囚人が逃げた、止めてくれ。おお、いいね、ナイスパンチ。ハンクのデスクにある鍵を持っていく。急いで証拠保管室に向かう。いよ、今のところスムーズだよ。オッケーオッケー。おい、コナ、お前に話しかけてんだよ。どこに行く？おい、てめえに聞いてんだよ。しかとしたけど、鍵を使う。さあ、パネルを使おう。ハンクのパスワード。ハードボイルドで変わり者の刑事が使いそうなのは。え？パスワードなんてクソくらいだ。ハンクらしい。今までの死体とかないやら。うわ、うわー。一体どこなんだ。はあ。ここに答えがあるはず。うわー。ルパート、取り付きのアンドロイド。再起動に必要な部品。シャープ90億よ。言われてもな。マーカス再生する。私たちにも尊厳と希望と権利が与えられるべきなのです。共に手を取り合って人間とアンドロイドの輝かしい未来を築き上げていきましょう。これは人々の希望のメッセージです。ほう。あなた方は命をくれた。そして今自由を与える時が来たのです。マーカス、うん、どこに隠れているんだ。戻す。ほう、戻す。変異体のスピーリーダースピーチ解除。日記、誰の日記だ。ルパートの日記。ルパートの日記。ああ、なるほどね。ああ、これは今までのあれだな、多分解読キーが必要とか。今までのあれで所有者を殺したアンドロイド再起動不能。シャープ 9164X。 ほい、
これでこれだ。聞こえるか、ルパート、君の日記は暗号化されてた。一体何を書いたんだ。メモリをスキャン、 R2 四角。日記の解読機はダウンロード。おお、来た、いいね。日記読む、スキャン。鳥は僕の友達、鳥は僕と一緒にやるな。今日出会ったジェリコのことを話した。ジェリコで仲間と一緒に暮らしてる。あーで、一気に駅、ファンデル駅へ行って、トレミナルにする。ジェリコで呼ぶね。絶対に置いてくれる。なるほど。ジェリコの場所を特定。初めて見た時からずっとこうしたいと思ってたんだよ。やめるんだ、ギャビン。僕なら変異体を止められるんだぞ。外されたんだろ。これで永久におさらばだな。おお、あー、間違えた、間違えた。あー、ほい、やばいやばいやばい、難しい。はいはい、おお、あー、難易度高い。一発撃たれたけどなんとかって感じか。よし、見回ってるやつがいるみたいですね。くそ、警報鳴らせ、急げ。おお、ここで終わるのか。なるほど。うわ、ジェリコの場所。ああ、やっぱだから、ギャビンを切れさせたか、まあやられるかの2パターンだったんだろうな、きっとな。出たよ。いろんなルートがこっからだから、どん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 この辺からルート解除してって、で今までのいろんなのでってことだよね。そうだよね、死体やら日記やら今までのでこう変わってくるルートでしたね。でもたどり着くのは最終的にはここなんだね。ジェリコの場所を突き止める、いろんなルートからジェリコの場所を突き止められたりとか、まあいろいろあると。うわ、分岐するなぁ。というわけで、この後もお楽しみください。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。